フェラーリン・ローマ東京間の飛行ルート侍に、噴したフェラーリン注意、フェラリーリン・ラト、日位飛行関係者たち。1920年、アルトゥーロ・フェラーリンは、イタリア王国のパイロット。1920年に、ローマから東京まで飛び、世界で、初めて王は連絡飛行を成功させた。1895年、ベネト州ビチェンツァ県、ティエーネ生まれ。 トリノで学び、ルイ・ブレリオと知り合った。1916年夏に、パイロットとしての訓練を受け、第一次世界大戦で、戦闘機のパイロットとして活躍した。戦後は、パリ近郊のビラクブレーで、曲芸飛行家として活動したり、アムステルダムの国際航空ショーに参加したりした。1920年2月14日から5月31日にかけて、 グイド・マジエロ中尉とと共に、アンサルド SVA9 機で、ローマ、東京間1万8000キロメートルを飛行し、名声を得た。その後は、アンサルド社のテストパイロットとして働く傍たら、1922年には、ニース、1923年には、スペイン・ポーランドで、曲芸飛行家として活動した。1925年には、ヨーロッパ各地を巡回し、 ベルギー国王の一家を登場させたこともある。1926.27年には、シュナイダートロフィーレースに参加した。1928年6月、カルロデル・プレーテと共に、サボイア・マルケッティの飛行艇、S64 に登場し、周回無着陸飛行での記録を達成。ついで、同期で、ローマ郊外のモンテチエリオから、 ブラジルのナタールまで 7186km の無着陸長距離飛行記録を樹立した。これにより、イタリアのメダリアドーロアルバローエアロノーティコのほか、国内外で多くの賞を獲得した。1929年、ボーリー・パーイルモンドを出版。その後は、イタリアの航空会社の技術顧問を務めた。第二次世界大戦が勃発すると、パイロットへの復帰を希望するが、 1941年7月18日、ローマ郊外のグイドーニアの飛行場においてテスト飛行中に事故死した。1918年、イタリア第87戦闘機航空部隊は、イタリア初の国産戦闘機アンサルド SVA によるパドバウィーン間 1000km の長距離飛行を成功させた。この時同乗したガブリエーレ・ダンヌンツヨは次の計画として、 ローマ東京長距離飛行を発表した。空軍参謀本部は、アンサルド SVA 機を主力とする、計11機の航空隊を編成し、政府も2万リラを出資して、総距離1万8000キロメートルのルートを準備した。フェッラーリンは1920年2月14日に、航空機関士のカッパンニーニ軍装と共に出発。 グイド・マジエーロ中尉もマレッタ5丁と同日別機で出発した。2期は5月25日に北京より日本統治下の朝鮮の形状に到着し、宇都宮太郎朝鮮軍司令官らの歓迎を受け、手具を経て5月30日に大阪の上等連兵場に到着した。大阪ではイタリア空軍の準備委員長らと在神部、イタリア領事、 日本陸軍飛行第二大隊長杉山本中佐らの他大阪府長市長らが出迎えた。翌日、フェンラーリンは記憶に紅白のリボンをつけ座席にはセルロイドのキューピーを吊るし日本人形を抱えたカッパンミリーニと共に登場しビリケンを飾ったマジエーロキと共に東京に向けて飛び立った。 フェンラーリンは悪天候で方向を失い、岐阜の各見ヶ原飛行場に一時着陸したため、マジエーロ機に1時間遅れで、代々木連兵場に到着した。ローマから約30カ所を経由し、109日をかけ、平均時速160キロメートル相当で、約112時間の飛行だった。マジエーロは、本気破損のため予備の SVA に乗り換える際に、関東、 上海間を船で移動したため、彼の記録は公認されなかった。ローマを出発したその他の飛行機は、イラクのバスラ到着以前に全て墜落していた。なお、ちょうど同じ頃、田中陸将の宿宴では、日本刀が送られた。球団の開校者では、日本への新将ローマから携えつつ、ペルシャ湾岸のブシェフルで遭難した2名の搭乗員のために、 総統州による葬儀が行われた。日本側は2ヶ月にわたって様々な形で一行をもてなしていたが、フェラーリンとマジエーロの中が次第に険悪となり、突然7月後半に相次いで帰国してしまった。フェラーリンらの登場機は、イタリア政府から日本政府に寄贈され、世界初の大和連絡機として、同年に京都の岡崎公園で開催された。 平和記念航空博覧会に展示された。さらにフェラーリンの登場機は、提出博物館に陳列が打診されたが、同館の列品陳列の状況が困難とされたため、陸軍省が受蔵し1921年1月に、靖国神社境内の優秀館に展示された。一方、マジエロ登場機は1920年中に、中華民国に寄贈され、その他の予備機や、 飛行機材料は海軍省が受領した。なお優秀館本館採用部の階段室天井に建長されたフェラーリン登場機は2年後の関東大震災で同館が被災した後両同館が再建開館した翌1933年12月に廃品処分とされた。その後は立川飛行学校に譲渡されたとされる。朝日新聞社は2機の到着や 歓迎の様子を収めた映像をイタリア王室に献上した。1925年には朝日新聞社の東風初風の2機が欧州訪問飛行を観光。この時の最終目的地ローマへ飛行の際にはフェラーリン自身が歓迎飛行のため離陸したが連絡のそごから平井コース上での開港は果たせなかった。また、内田百の提案で 法政大学の学生が服用期、青年日本号でローマに向かった。また、イタリアの飛行愛好家たちにより、2020年東京、ローマ機関飛行が計画されている。ありがとうございます。